はい、今回はですね、ズバリ筋肉マン2世という作品についてね、お話ししていこうかと思います。まあそのこれまでね、ゆで卵先生の作品である幽霊小僧がやってきたとか戦いラーメンマンなどを紹介してきたんですが、その流れの動画ですね。はい、ただ今回はそのデーモンシード編までにをメインでちょっとお話ししていきます。究極の超人タッグ編はまた別途ちょっとね、動画を上げていこうかと思うんですが、まずは作品紹介からですね。筋肉マン2世というのはですね、まあ、筋肉マンの続編で、筋肉性多い争奪編から28年後の地球が舞台です。主人公は筋肉万太郎、筋肉すぐるの息子ですね。で、登場人物は筋肉万太郎をはじめレジェンドと言われるすぐる世代の超人と関係する超人がね、まあ、結構ね登場する一方です。例えば、ケビンマスクとかテリーザキッドとかジェイドとかなんですが、一方でね、レジェンドとは関係ない新たな超人も活躍していました。まあ、それがまあセイウチンとかガゼルマン、まあ、この2人に関してはむしろアニメ版の方のが結構活躍していた印象はあるんだけど、あとスターフェイスとかがそれに当たるんじゃないでしょうかね。で、まあレジェンドはね、基本的にリングに立つことは少なかったんだけれども、ただね、そのザ・忍者は味方として、あとアシュラマンは敵として死闘を演じたりもしていましたね。今回はほとんど触れないんですが、究極の超人タッグ編では前世紀のね、レジェンドがリングで戦う姿も見ることができました。まあ未来から来たね、ウォーズマンやネプチューマンも戦っていましたね。なおですね、筋肉マン2世がですね、オリジン編以降のストーリーとつながっているかっていうのはちょっとわからないです。おそらくこの点に関しては特に決めてないんじゃないでしょうかね。はい、個人的にはつながってないかなとは思ってるんですが、あとまあ筋肉マン2世についてちょっと思い出をね、サクッというかちょっと話すとね、自分が初めてね、この作品に会ったのはね、名古屋のね、畜産駅ご存知の方はご存知かもしれないんだけどね、畜産駅の近くの本屋だったんですよ。で、そこでね、初めてちょっと筋肉マン2世のコミックス第1巻を見かけたんですよね。まあ、即買いましたけどね、自分まあ全然その当時と違って情報とかよくわかんなかったんで、そこで初めてね、筋肉マン2世がね、週刊プレイボーイで連載されていることをね、知ったんですよね。で、それ以来はまあ週刊プレイボーイをちょくちょくね、立ち読みとかをしていたわけなんですが、あの頃どうだったかな、週刊プレイボーイって昔は本当いわゆるヌード写真とかも載ってたんだけど、いつの頃からかそれがなくなりましたよね。あの頃どうだったかな、ちょっとね、昔のことなんで覚えてないんだけれども、まあ、話をね、戻すとですね、だから、筋肉マンの方は自分リアルタイムではね、原作読んでないんですよね、コミックスとか。ただ、筋肉マン2世はね、リアルタイムで読み続けていたんですよ。で、次に、まあ、感想なんですが、まずね、一つ目なんですが、その画力ですね。はい。当時読んだ時はね、中井先生の画力に感動した覚えはあります。今見直してもですね、その筋肉マンをはじめ他の作品とはね、一線を画している印象はあるんですよね。まあ、筋肉マンはもちろんその多い争奪編までなんですけれども、まあ、その分ですね、やっぱそのグロ描写とか下品なネタでですね、目を背けることもたびたびありましたね。はい、自分ね、もともとね、グロ体制やホラー体制低い方なんで、前も言ってましたけど、バイオハザード7とか家に入れずですね、一人でね、プレイするの断念してましたしね。だから続編も出るんだけど、無理ですね。多分あれも FPS だからね。はい。で、まあ話戻すと、その、ただパーフェクトオリジン編以降の筋肉マンっていうのは、その筋肉マン2世よりも後なんで、もちろん画力は素晴らしいものはあるんですが、あえてそういったグロ描写とか下品なネタっていうのは抑えている印象は受けますね。ただまあ最初のね、テリーマンとマックス・ラジアルの戦いこそはちょっとグロいなとは個人的に感じてしまったんですが、で、次に万太郎なんだけどね、主人公のね。はい。ね、当初はね、結構癖のあるキャラクターっていう風に感じていてですね、まあ、正直好きにはなれなかったですね。これもね、結構触れてるんだけど、セイウチンとね、マックスマンがですね、対戦している時に仲間のカルビ丼を盗み食いしていた場面があるんですけど、あれにすっごいドン引きしたね、覚えがあるんですよ。で、またそのシュープレで連載
載していたせいか必要以上に下ネタがあったのが気になってね、仕方なかったんですよね。確かまあ設定は初登場時が15歳ぐらいだったんでうーんとは思ってたんだけどね、まあ、しかしその究極の超人タッグ編でカオスをねリードするようになってからはですね、まあ、主人公らしくなってですね好感が持てるキャラクターになりました。まあ、こうやって毎回ね万太郎を紹介するたんびにこうやってフォローは入れてる。まあ、実際ね確かに究極の超人タッグ編ではすごく成長したなとは思ってるんですよね。ちなみにアニメ版だとね原作ほど癖は強くないんで特にね気にすることなく作品を楽しむことはできていましたね。でちなみにねやっぱねそのアニメでねいいなと思ったのはむしろリンコの方ですね。リンコはね本当アニメ版はねもうしっかりヒロインをねこなしてくれてたんでねすごく好感が持てたんですよね。はい、だからまあそのなんというかね、ゆえたまご先生の作品自体ってそんなに女性がバンバン出てくるわけじゃないんですよ。その中でも筋肉マン2世って、まあ、他の作品と比べると例えば戦いラーメンマンのラーニャとかも好きなんだけどラーニャでさえ原作ではそんなには出てきてなかった。アニメではバンバン出てましたけどね。だから筋肉マン2世って結構女性のキャラクターが多めだったとは思うんですけどそれがねなんていうかな自分の中ですごくプラスになったかなっていろいろチャレンジされていたかなとは思うんですけどね。オール超人大進撃ではもうリングの上に立たせて戦わせていたりフィオナとかおこかんはちょっとどうなのかと思うんだけどそういった試みがあったんで、まあ、それはすごく評価はできますけど女性キャラクターの出番を多めにしたことによってストーリーが盛り上がったかといえばちょっとそれは疑問を持ってしまいますね。はいね、次、まあ、対戦が長いということで、これは筋肉マンにもね、一部当てはまるかと思うんですが、筋肉マン2世はね、それすごくね、感じたんですよね。要はその、例えばそのボス戦とかだけじゃなくて、万太郎の場合はそのシリーズ初戦も結構長かったと思うんですよ。コンステレーション戦とか、あとまあ、究極の超人宅編になっちゃうんですけど、まあ、最初のカーペンターズの戦いですよね。はい。だから一方でそのデストラクションとプリクラーの対戦とかね、まあ、脇役同士の戦いもしっかり描いてくれていたのは、まあ、自分としては好印象でした。まあもう早く終わるよと思ってた方もいらっしゃるかもしれないんですけどね。はい。で次にですね、まあ、出番を増やして欲しかった超人が結構いたかなっていうことで例えばねチェックメイトとかボーンコールドとかがそうですかね。その魅力的で活躍を期待したにもかかわらずほとんどが出番がね結局ね出番をもらえなかった超人がいたそういった、印象はありますね。特に自分チェックメイトなんですよ。チェックメイトがその正義超人入りしてから自分はずっとねその仲間になって対戦するっていう展開をね待ち続けていたんですよね。自分は結局それはねほぼ作中では実現アニメとかではね戦ってあとオール超人大進撃とかでは戦ってたりもしたんだけどそのシュープレで連載していた筋肉マンでもほとんど戦わずじまいで終わってしまったんですよね。一方でそのバリアフリーマンとかちょっと何かな結構賛否両論あるような超人が活躍する場面はあったんですよね。なんかね自分バリアフリーマンって結構優遇されてるかなっていう印象はあります。アニメでもねバリアフリーマン担当されていたのって要はブロリーとか今のね、マルコのおじいちゃん役をされている島田敏さんって結構大物の声優さんなんですよね。島田さんっていうと自分はねゼータガンダムのシロッコなんですが結構ブロリーを挙げられる方多いかもしれないですね。だからこういった超人の扱いが後の筋肉マンで出番が少なかった超人が再登場して活躍する流れを作ったのかなとも思うし、なんか話によるとよくねそのファンの方ではよく話題になるそのね結構敏腕な東大卒の編集者の方がそのファンとしてはこういった、ね、今までね出てこなかった出番がなかった超人を活躍させるっていうかそういったストーリーが読みたいっていうのを元にしてオリジン編以降がなんか構想されたみたいなそういった話もよく聞くんですが、まあ、ちょっと実際ちょっとよくわかんないんですけどね。どちらにせよ自分はねそういったねその今まで出番がなかった超人が活躍していくっていう展開自体は大歓迎なんですよね。で次にこれですね。はい、ヒカルドなんですが、やっぱ
個人的にはね、筋肉マン2世について話す上では、まあ、絶対に書くことができないっていうか外すことができない話題ですね。はい、ヒカルドは要は本来悪行超人なんですが、正義超人であるパシャンゴに育てられたんで、まあ、自身もね正義超人と信じて育ってきたんですよね。しかしまあ悪行超人と思わせるような残虐性も兼ね備えていてですね、正義超人と悪行超人との間で思い悩む場面も見られました。そんなヒカルドだったんですが、その正体がバレるや否やですね、師匠のパシャンゴはに命を狙われる羽目になっちゃうんですよ。もうなんか問答無用でしたよ。ヒカルドの意見をもう本当にもう全く尊重してない感じだったんだけど、あとまあ超人オリンピックでは残虐ファイトを展開する彼をですね、ほとんどのものが正義超人として認めようとはしなかったんですよ。まあその残虐性にね惹かれた取り巻きたちはいたんだけどね。はい、だから悪魔超人から正義超人に転身したチェックメイトとか、一度は悪行超人と なったケビン・マスクもそこまで拒絶されることは、ね、むしろ歓迎されてる感じはあったんだけどね。何よりね、その血盟軍の一員として悪魔超人と共に戦ったブロッケン・ジュニアが率先してヒカルドが正義超人であることを否定していたのはね、ちょっと悲しさすら感じたんですよね。まあどんな漫画でもねやっぱよくあることですし、そのゆたまご先生も特にそのね前のストーリーとその整合性とかはね、それよりゆたは今これが書きたいとか、こういう展開にした方がファンの方が喜んでくれるっていう風でストーリーを考えられてる時もある感じなんで、まあそれは仕方ないんだけど、ただこのヒカルドだけはね、なんていうかな、それだけなんかなんていうのかな、他の等のね超人との扱いが違いすぎてね、自分はちょっとねヒカルドに関してはあんまなんていうか、筋肉マン自体自分はそんなになんていうかな、批判的な意見っていうのはねあんまり持ってはいないんだけど、ヒカルドに関してはちょっと自分はねちょっと疑問は感じますね。ちなみにアニメ版だとそのヒカルドね、ヒカルドはその万太郎の応援に駆けつけるなど多少の修正はあったんだけど、ヒカルドが迫害されるような展開は変わらずですね、まあ、当初からパシャンゴのね命を狙い続けていたみたいに、ヒカルドをさらに悪行超人としての性格を強くすることで、その迫害っていうか、そのなんていうかな、正義超人を否定されたの責任っていうのはヒカルドにあるみたいな感じでね描かれていたんで、まあアニメもね自分結構好きなんだけど、見ていてその部分はねあんまりね気分がいいものではなかったですね。はい、だからもう本当に見ていてヒカルドがねかわいそうで仕方なかったんですよ。で次にまあレジェンドのその後っていうことで、まあスグル世代の超人の全員がね、まあ一様にね幸せな人生を送っていたわけではなく、その中には過酷な人生を歩む者もいました。まあ当然といえば当然ですよね。まあいろんな人生があると思うんで、まあこの点についてはねストーリーが深みが加わった感じでね、個人的には好意的に受け止めていたんですが、中にはやっぱねそのアシュラマンみたいにですね、母親を殺してしまったね息子のシバを自らの手で粛清したっていう事実は、まあ、読んでいた当時はかなりショックを受けましたね。だから筋肉マン2世って結構なんか暗いなっていうね、ボーンコールドもそうかもしれないんだけど、結構暗いイメージはあったりしますね。暗いというか影がある感じですかね。はい、またそのあくまで個人の感想なんだけど、筋肉マン2世で登場したスグルのデザインはね、なんかジャイアント馬場さんをモデルにしたんでしたっけ、あんまり好きじゃないですね。だから自分は普通になんていうのかな、頬がこけたぐらいで良かったのになとは思ってます。で、まあ最後なんですが、まあね、結構なんかね、今回批判的な意見多めになっちゃったかもしれないんだけど、ただやっぱね、全体的にはね、大いに楽しませてもらった作品ですね。はい、それこそ、自分はね、週刊プレイボーイ結構読んでいたんですが、自分のスタイルとしてはたまーにちょっと間を置いて、コミックスでじっくりとね、一気に楽しむっていう、そういったスタイルだったんで、まあ、時には週刊プレイボーイで毎週ね、読んだりとか、少し間を置いてコミックスを買うとか、そういうことを繰り返していたわけなんですよね。はい、でまあその賛否両論分かれる作品かもしんないんだけど、そのゆたまご先生もね、筋肉マンを超える作品にはならないみたいな風に考えられて筋肉マン復活を決断したっていう、そういった記事もちょっと見かけたことはあるんですが、やっぱねそのこの作品でね筋肉マンを知ったっていう方も少なくないでしょうし、そう筋肉マンが今の筋肉マンがね復活する上ではね、
決して外すことはできない作品かなとは自分は考えています。そういう意味ではね、もう本当その筋肉マン2世っていうのはね、まあその筋肉マンシリーズではもう大きく貢献してくれた、まあ良作かなとは自分は考えています。ということで今回はこの辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。